大越祖線は、島根県出雲市の川跡駅から、出雲大社前駅に至る市畑電車の鉄道路線。1990年の JR 大社線の廃止後、出雲大社に達する唯一の路線として、観光輸送を担い、一部の列車は、北、松江線に直通している。直通列車を除き、出雲市、または、松江新宿温泉に向かう場合には、川跡駅での乗り換えが伴うが、 ほとんどの列車が川跡で両方面の列車に接続するため利便性はさほど悪くない。ワンマン化後はワンマン化改造をされたデハイチ K3.6 が長らく大車線専用として運用についていた。1994年以降、市畑電車の近代化が進むとこれらの車両は定期運用につく最後の旧型車両となっていたが、 それも1998年に終わりを迎えた。中間の交換可能な駅はなし。おおむね1時間あたり1から2本の割合で運転している。平日および休日の朝、夕方以降は川跡駅で北松江線の列車と接続する線内折り返しの列車が中心である。休日の日中は出雲大社へ向かう参拝客の便利を図るため、 松江新宿温泉駅、電鉄出雲市駅出雲大社前駅間の北、松江線直通列車が中心となる。なお、大晦日の夜から正月三が日の間は臨時ダイヤが組まれ、休日の日中と同様に松江新宿温泉駅出雲大社前駅間の直通列車が中心となる。出雲大社方面への延伸は1923年の株主総会で決定された。 大こそ方面に路線を延伸するにあたって、当初は、北、松江線の武市駅から南下して、出雲大社に至るルートが計画されていたが、国鉄大社線と競合することから、現在のルートが採用された。北、松江線とは異なり、開通当初から、電化路線である。全駅島根県出雲市に所在。AB 寺田雄一、日本のローカル施設から、 ネコパブリッシング2021年10月改正以前は、夕方の列車は、おこそ船内ノンストップだった。鉄道免許上カフ、官報1926年10月13日、地方鉄道運輸開始、官報1930年2月8日。ありがとうございます。